はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。ヘブンリーボディーズやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、久しぶりのヘブンリーボディーズなんですけど、次のミッション5は酸素というタイトルですね。これ一体どんな感じなんですかね。詳細見ましょう。酸素を補充するため活気あふれるガーデンを作ってくださいという感じですね。やっていきましょう。ガーデンラボは酸素供給の実験を行う自然の場所です。植物のライフサイクルを維持する過去の試みは部分的に成功しました。しかし、新しく取得したミネラルサンプルの力で完全解決につながるかもしれません。お、すごいな。それは半永久的なのかな。酸素が作り出せるという感じかな。元気を失ったガーデンに太陽光を取り戻してください。そしてサンプルを調査してください。酸素を補充するため活気あふれるガーデンを作ってください。なんかすごい宇宙空間でこうガーデンを作るって、なんか映画でありましたね。サイレントランニングとかオデッセイもそうだったかなそんな感じですね。まあ、それはさておき、早速やりましょう。まずはこの詳細のをハンドブックに収めたいと思いますが、なかなか久しぶりなんで取れません。掴んで書類取る、これかハンドブック。酸素、酸素を補充するため活気あふれるガーデンを作ってください。拡大しすぎたか。してくら、作ってください。目的、サンライトシャッターを開ける。枯れた植物の除去、残り11個。土製造機に補充するためミネラルサンプルを調査する。新しい植物を育てる、10個中0個。酸素抽出器を稼働させる。結構多いですね。まずは何、サンライトシャッターを開けるというなんで、この光シャッターね、太陽から今光を受けてない、受け、まあ、受けようとしてないけど、今シャッターが閉まってから、こう開けると、おう、こんな感じの、シュ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 と開く感じですね。で、次のページは、これはまだ先か。まずはそう、シャッター開けることか。ういっす。これなんだろう。こう、周り、ちょっと待って、ちょっと光っちゃった。早速光っちゃった。懐中電灯いらないけどな。なんかあるポツンとあるんだけど、まあいいか。これ氷かな。凍ってるみたいですね。植物があるっぽいんだけど、これじゃ分かんないですよね。ちょっとあれかな、これかな、これがシャッターかな。シャッターの開けるスイッチかな。あ、ひ、ん、なんか引っかかってる感じですね。ってこと、一回外出なきゃダメか。ウィス。ウィスウィス。ちょっと待った。バタバタと。ちょっとね、久しぶりなんでね。操作がおぼつかない。こうするか。こうしといて。掴んで。よいしょ。こうか。痛い。掴んで。ここを開けて。どうしよう、これじゃ開かないかな。こうじゃ無理だな。一回こっち右手で掴んで左手でレバー下げる。そしてここで閉じないと厄介なことなんで閉じます。でここでエアロックを開けるんだが、これはなんだ、ちょっと待ってくださいね。イノシシ砂か、つけるか。つけて、エアロック開かない。開いた。さあ、宇宙空間出ますよ。掴んで、また逆か、こうか。うー、怖え。ここ怖いな、ここ。よし、ここでいいかな。今回イノシナがあるから、まあなんとか、結構投げ飛ばされることはそんなないだろうけど、なんかでも結構邪魔してんな、ロープが。命綱が引っかかってなんか伸びない。そういう時はこう掴んで、一回こうして右手で掴んで
左手ロープ掴んで引っ張る引っ張る、これでいいかな、とりあえず。で、これか。でも届かないな。こうするか。よし。ここなら引っかかんない。ロープ、角に引っかかってないから、伸びるんじゃない？これどかす。これ捨てていいのかな？よし、ポイ。で、帰ります。帰ります。すごい宇宙空間だな。もうなんか後ろのバックの惑星がすごい怖い怖い感じがする。よし、待てよ、場所悪いな。こうか。でここで外して、命綱外してからのドアを閉めないといけない。ロボ引っ張って戻しといて、これ掴むか。で、一回掴み直して、閉める。OK。OK。で、OK。で、こっち行くか。で、屋外は終了。開ける？開かないよ。逆か。あ、書類か。じゃあ右手で掴ん、いや、どっちでもいいんだよな。こっちか。いたいたいた。で、ここもちゃんと閉めときましょうね。こうして、掴んで、こうか。場所悪いな。こうか。よいしょ。はい、閉めた。で、これでシャッターを開けると、そうすると太陽光が入ってくるので、これが溶けるのかな。あ、逆だ。閉めてどうする。で、サンライトしたらシャッターを開けると、これ OK。 あ、なんか氷が溶けてってだんだん ちっちゃくなってっていうすごいな。はい、これで枯れた植物が見えますね。で、ハンドブック開ける。これで、で、枯れた植物の除去11個ありますね。これ何、引っ込めばいいの、これ。こういうこと。あ、簡単。これ捨てていいのかな分からんけど。まず1個目、2個目。よいしょ。よいしょ。はい、2個目。よし、簡単簡単。これ簡単。でもいいのかな、植物。そう、ほったらかしちゃって。3個目。よいしょ。よいしょ。よいしょ。掴んで。ちょっと場所悪いな。よいしょ。よいしょ。4個目。で、一回戻ろう。上に行くぞ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、5個目。よいしょ。先は長いな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これ6個目。サクサクいきましょう、サクサク。あとここ。よし、なかなかうまくいかない。こっちか。これで7個目か。よし、掴んで7個目。よし、これ8個目。よし、すんごい邪魔だな。なんか片付けてない部屋の感じになってきたな、この枯れた植物が。9個。よいしょ。なんか回転しないな。こうするか。こっち掴んで、これ10個目。あら？こうか。10個目。あともう1個。
そうか。よし。これ11個目。よいしょ。終わり。で、枯れた植物をすべて除去した。次は土製造機に補充するためミネラルサンプルを調査する。これか。どこ行った、どこ行った。なんか難しいな。1、ミネラルサンプルを粉砕して吸い取って、なんだこれ、なんかにかけてポケットに入れると。袋か。すごい作業だな、これ。どこにあるんですか。こっちか。なんかあんな、これ。あ、これなんかあるけど、これ使うのかな、わからん。じゃあ持ってく。あ、行っちゃった。いいや、さよなら。行ってしまえ。で、ここで開ける。開かない。よいしょ。あれ違うな。なんか植物取った。開いて、ここが閉じるか。よいしょ。はいはい、閉じる。で、このサンプルを手で取れるのかな。あー、そっか、あれ持ってくればよかったかな。なんか、でも腕入れば別にいいのかな。さっきなんかありましたね。なんかピンセットみたいなの。この細いとこ、手がここに入れて取るみたいな。持ってくるか。そうしよう。開けます。あれ必要か。どこ行った？すぐどっか行っちゃうかな、これ。いっぱいある。いっぱいと分かんない。ひと苦労だな。アイテムというか、あの道具を取るのにひと苦労です。よいしょ。よいしょ。つかむ、つかむ。こうか。ちょっと取る方、持つ方向違うけど。一回こうしといて、こうするか。右手で持つ。ちょっと場所がいいな。回転してくれ。回転して。こう掴んで、もう少し、こうか、これでいこう。引っかかっちゃうな。こう掴んで上がるか。こう下ろしておいた方が進みやすいかな。そうでもないかな。これなんか持ってるとすごい動きにくいな。よし、いける。光って光ってる。よいしょ。よいしょ。あ、光ってた。これでなんとか行ってくれ。よし、入った。入ればこっちのもんだけど、なかなかどうして入らない。あれ？こうか。こうしとけばいいかな。これでもう中に入れちゃえば、こちらもだ。よいしょ。これ？よし、これでいい。これで閉めちゃえ。そうすればもう、飛び出る心配ないでしょ。あれで、いい。ほっ。こっち移動して、もう片方が。よし、これでいい。あとは、この、なんかスコップみたいなの取って、で、サンプルを取ると。まあ、石ですよね。よいしょ。いい感じだった。取れんのかな、これ。中に入れて、手で掴んで、違う。難しいな、これ。こっからだよな。からこうか。入んのこれ。と
帰って取れないな、これ。入らないし。入らないからいらないな、これ。却下。これいらないっす。ほい。これ掴んで、はい、取れんのかな？あ、取れた。取れるじゃん。で、これを、トムセットするって。離すか。あー、これ邪魔だな。スコップ邪魔だな。なかなかどうして、思わぬ障害って結構あるな。障害物か。これ、よいしょ。これ取れるかな。いや、なんか邪魔だな。離すか。左で離して。よし、掴んだ。これを、粉砕する？よいしょ。よいしょ。これ離していい？あ、なんか吸い込む。あ、ちゃんと吸い込まれてる。で、これで粉砕して、掃除機で吸う？ってこと？待って、まだいるな。同時できるかな。つかめ。こうしといて。あ、でも邪魔か。すごい、これじゃ、掃除機邪魔だな、これ。思う、意外にこれ、なんか、大変だな。おお、すげえ。これ大変じゃないか。あ、だってこれさ、掃除機さ、結構重いものか、動かない。あ、でも結構吸い込んでくるから、ないよりはマジだ。でも、ホースがすごい邪魔してる、これ。なんか足悪いな。どうすればいいんだろう。先っぽ持てばいいんだよな。さっきポンプでこうしてここで掴むか。でここで一回変えた方がいいな。掃除機が自分の足を吸い込んでなんかすごく動きにくい。そんな感じそんな感じそんな感じ。で掴む。押す。これ手でやった方が早いんじゃないか、もしかして。なんかそんな感じでしてきたな。そんなことですね。ちょっと使ってみようか。こうして下げて、吸い込んだ。止めるか、これ。掃除機止めて、掴んで、これ、あれだよね。絶対手で投げた方が早いな、これ。ほら。あ、でもこういう細かいとこは掃除機の方がいいか。待ってくださいね。これ結構大変。しかもホースが邪魔してスイッチが押せない。これ多分巻き取りかな。あ、巻き取ってる巻き取ってる。すごいな、これ。ちゃんと手取るか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。取った。両手で取ってる。よいしょ、よいしょ。結構大変だな。中に入りたいけど入れない。よいしょ。あれ？これか。よし、ここで離す。あ、やばい。
あ、閉まっちゃった。まだ残ってるのに。大丈夫かな、私。死にはしないかな。おー、回ってる回ってる。なんかあれっすね。あの、CD とか、ブルーレイドライブの中みたい。あ、遠心分離機なのかな、これ。これ砕いて、あ、残ってたけど大丈夫なんだ。これで何？どうすんのこれ。あ、ちょっと残ったけど OK なんだ。新しい植物を育てると。これ黄色だけでいいのかな？待って待って待って。大丈夫、私も大丈夫だよ。すごいな。主人公大丈夫だから。なんかいらぬ心配しちゃったけど。これ他の色も入れてみたいな。ちょっとやってみるか。よいしょ。つかむ。つかめないよ。よいしょ。掃除機、掃除機いらない。探して、で、これを粉砕機まず戻さなきゃいけない。頭がいってた。待て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 。入んないな。そっちが入んない。離して。大変だな、これ。大変な作業だな。まさかこんなに細かいことをやると思わなかった。届くかな？届いた。ここから出れなくなっちゃった。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、ここで。あれ、離してくれ。そこに行ってくれるかな？行ってくれた。で、ここで、スイッチした。すごいな。これ、掃除機はまあ、大事だな。よし。はい、ということでございまして、一旦ここで動画終了したいと思います。続きは次回にやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。